アブノーマル紹介第2弾、今回は脱走するアブノーマルをメインに紹介していくよ。D0154、捨てられた殺人者です。脅威度はです。クリフォトカウントは1です。このアブノーマルは本能作業レベル2以下の作業に対して高い反応を示します。愛着作業はレベルに関わらず普通の反応を示します。洞察作業はレベル3以上で低い反応を、抑圧作業はレベルに関わらず低い反応を示します。次は特殊能力について。能力、広大な絶望。かっこいい能力名ですね。作業結果が悪いとクリフォトカウンターが0になり、クリフォトカウントが0になると発動する能力です。この能力が発動したアブノーマルは収容違反を起こします。そしてこのアブノーマルの脱走情報について、前回は脱走するアブノーマルの紹介ではなかったのでありませんでしたが、職員の装備のように、アブノーマルに属性に対して弱点があったり耐性があったりします。脱走情報に書かれている数字はダメージの倍率なので、数値が低いほど耐性があるってことですね。というわけでこのアブノーマルの脱走情報はこちら。耐性を持ってる属性はなく、どの武器でも安定したダメージを与えることができます。特にブラックやペール属性の武器だと与えるダメージが増加するので、装備してる職員がいるなら効率よく鎮圧することができるでしょう。次に紹介するアブノーマルは D02107、キュートちゃんです。脅威度はです。クリフォトカウントは2です。このアブノーマルの能力の関係上、作業結果の良し悪しは省略します。というわけでいきなり特殊能力から、キュートちゃんはクリフォトカウンターが0になると特殊能力が発動し、収容違反を起こします。そしてクリフォトカウンターが減少する条件がこちら。作業結果が悪い、または本能作業以外を行うとカウントが減少します。ちなみに説明はしてませんが、キュートちゃんは本能作業以外に対しては普通以下の反応を示すので、クリフォトカウンターが2あっても一気に0になる可能性があるということですね。そして最後に脱走情報。ホワイトに耐性を持っているのが特徴ですね。それ以外は特に弱点もなく耐性もなくって感じなので、管理を始めたばっかりで罪前3の武器、ホワイト属性、だけで職員を固めたりしてると少し時間がかかるかもしれないから注意ですね。今回最後に紹介するアブノーマルは O0360、宇宙のかけらです。脅威度はです。クリフォトカウンターは2です。宇宙のかけらは愛着に対して高い反応を示すことがあります。抑圧はレベルに関わらず普通の反応を示します。洞察は作業レベル3以上で低い反応を示します。本能作業はレベルに関わらず低い反応を示します。そして特殊能力、彼方からのエコー、クリフォトカウンターが0になると発動します。能力が発動すると宇宙のかけらは収容違反を起こします。クリフォトカウンターは以下の3つの条件で減少します。作業結果が普通だと中確率で減少し、悪いと高確率で減少します。また、作業中の職員がトニックを起こしてもカウンターが減少するので注意が必要です。特にこのアブノーマルは作業中のダメージがブラックのため、初期装備のスーツだと想定以上のダメージを食らい、トニックや死亡する可能性があります。脱走した場合、至近距離に対してのブラックダメージに加え、宇宙のかけらと同じ部屋にいる職員全員に対してホワイトダメージを与えてくるので鎮圧には注意が必要です。